通れるようになっています。続いて関西線に向かった状況です。エトワールのサーちゃんだもんでから、誰と遊びに行ってどんなことを感じたのか、何の映画を見てどんなことを思ったのか、このあたりの特に
ちゃファッショナブルオーも言えなくなっちゃう。天日ライブツアー019、12月1日日曜午前10時から3名チケットセンター。ウォッチ15さんの疑問です。はい、タマウォッチに似た小型ゲーム機の名前を知りたい。うん、この販売は約20円。これ何ですか、うん、聞いたの、収録の合間に、うん、これタマウォッチって言って、たまたま原宿でそれ収録で、押し方がうまい人に言って、言った娘に何を言ってるんですかっているみたいな。なるほど、まあ、そういう人は歯ブラシとか歯ブラシ、うん、そうです。そしたら確実に綺麗なものが防ぐ、そういうこともありますね。切れちゃったスタンプ、それはこれで、うん、逆に図柄が大きく変わった駅のスタンプ。ああ、もちろん。例えば山手線でいうと多摩地域。多摩地域、はい、多摩地域は戦前は野球のボールの形をしていた。おお、野球のボール、野球のボールの形をしていて、うん、慶応大学20分半。